クライブ様、あなたのお力を拝借したいのですが、少しお話をさせていただいてもよろしいでしょうか。聞かせてくれ。できることなら力になろう。感謝します。私は魔女の墓守を務めておりまして、話というのはその役目についてのことです。フリーズを編み出した芝のドミナントか。確かここに来たばかりの水の民に見取られたと聞いたな。ええ、当時はまだ彼女の素性を知る者はいませんでしたが、彼女を解放し最後を見取ったのが私の曾祖母だったのです。そういった縁で魔女の墓守の役目を授かりまして、以来代々私の家がその任を引き継いでおります。受け継がれてきた大切な役目というわけだな。だが俺の力を借りたいことというのは。実はしばらく倒木で塞がっていた墓への道を片付けたところ、そのあたりに魔物が居ついているのが分かったのです。しかも普段は見かけないような凶暴な魔物でして、いつも同行してもらっている狩人も手に負えないありさまなのです。クライブ様にその魔物を倒していただきたいのです。お願いできないでしょうか。いいだろう、俺に任せてくれ。ありがとうございます。魔女の墓があるのは樹林の奥、ウィッチドロップと呼ばれる場所の先になります。この里からはかなり離れていそうだな。どうしてそんな場所に墓を。樹林の奥にはかつて魔女が暮らした集落がありました。死の間際、彼女はそこでの思い出を語ったのだそうです。魔女を見取り、その思いを汲んだ曾祖母たちは集落を見渡せる場所に墓を建てたと聞いております。なるほど、個人を思う優しさか。よし、早速だが魔物退治に向かうとしよう。墓までの安全は俺が確保しておく。はい、私も後から墓へ向かいます。それではよろしくお願いいたします。あの大嵐はリヴァイアさん。魔女の墓があるのはこの奥だ。ご苦労様。ホル、カン。
ラリナが言っていた魔物か。片付いたな。念のため墓の近くも見ておくか。これが魔女の墓か。お待たせいたしました、クライブ様。魔物を退治していただきありがとうございます。いいぜ。それが魔女の中。ええ、名が刻まれただけの質素な墓標でしょう。先祖たちにとってはこれが精一杯だったそうです。当時はこの地に来たばかりで困窮していたといいますから。それでも魔女にはこの景色を見せてあげたかったのだと思います。ここから見えるあの遺跡が魔女の思い出の場所なんだな。はい、かつては時の祭殿で働く者たちの居住区だったようです。魔女と共にフリーズを研究する者やその生活を支える者、彼女の護衛を役目とする魔女の騎士もいたのだとか。もっとも水の民がミシディアにたどり着いた頃にはすでに北部人たちは皆去っていたそうですけれど。国を追われた魔女だけがこの地に残り死んでいったのか。そうですね、里に残る昔話ではその通りです。ですが族長と墓守の家にはまた別の話が伝わっていました。曾祖母が若い頃いつものように護衛と共に墓へ参ったところ、ここで大柄な騎士のような姿の男と出会ったそうです。どこから来たのか、何をしに来たのか、彼は何の問いにも答えず、ただ一言、これは誰の墓かと問いかけてきました。曾祖母が魔女のことを伝えますと、彼はしばし沈黙し、時の祭殿を見上げながら霧のように消えていったそうです。騎士だと。まさか。何か気になることでも。実は俺たちも祭殿で騎士のような姿のやつに出会ったんだ。やつは
フリーズの要の前に現れ、こちらに剣を向けてきた。そこに残る芝のエーテルを、魔女を守るかのように。もしや曾祖母が出会ったその男が。不思議な話だが、ありえなくはない。奴から感じたエーテルには魔女への強い思いがあったからな。エーテルによって成した体で芝のために戦い続ける、そんな強い思念がそのまま形になって現れたようだった。残された彼女のエーテルを守りたいという思いが彼を祭殿に留めていたのかもしれません。止まった時の中でか。あなた方が倒したのが魔女の騎士だとすれば、きっと彼はその妄執から解き放たれたはずです。いつか彼がまたこの墓を訪れる日が来たなら、その時は墓守として魔女の隣に彼の名を刻みましょう。それがいい。二人が安らかに眠れることを祈るよ。クライブ様、この度はありがとうございました。私はもうしばらくここで祈りを捧げていたいと思います。バレア様はようやく。やはりここは彼に任せるべきだな。シュラ、何かあったのか。ずいぶん難しい顔をしているぞ。いや、そう深刻なことじゃない。ちょうどあんたに聞いてほしいことがあったんだ。私たち水の民には赤ん坊の誕生を祝う巡り水の儀という儀式があってね、一族へのお披露目も兼ねて皆でワレアスを祝福したいのさ。あの子にとってはやっと動き出した人生だからな。この儀式は両親と立ち会い人が執り行うもので、本来族長である私が立ち会い人を務めるんだが、里の総意もあって私は今回母親役を担うんだ。それで立ち会い人を誰に任せるべきかと考えていたのさ。族長の代わりか。大役だな。それなんだが、私はあんたに任せたいと思っている。ワレアスを救った恩人を差し置いて他にふさわしいものはいない。どうだろう、立ち会い人を務めてくれないか。ああ、喜んで引き受けよう。ありがたい、感謝するよ。ところで父親役には当てがあるのか。私の弟にやらせる。ちょうど今儀式の用意をさせていてね。お前に弟がいたとは。姉と同じくしっかり者だろうな。まあいい機会だし紹介させてくれ。そうだな、集会所の前で待っていてくれるか。ああ、わかった。
ワレアス様が解放されたんだ。待たせたね、クライブ。いや、シドの旦那。お前はあの時のダスククリスタルの売人。ファミルだよ。感動の再会だってのにそりゃないぜ。あんたたち知り合いだったのかい？ああ、ダスククリスタルを調べていた時にいろいろあってな。しかし、まさかお前が水の民とは。ああ、あの時は髪を染めてたんでね。なかなかいい変装だったろ。にしても俺の方こそ驚いたぜ。姉貴が雇った傭兵が俺のよく知る指導だなんてさ。そうか、前にあんたを助けた凄腕ってのはクライブのことだったんだね。弟の恩人だとは気づかず礼が遅れた。改めて感謝するよ。それもこれもちゃんとあんたが説明しないからだよ、ファミル。こんな時まで説教かよ。それよりも今は巡り水の儀だろ。言われてみればそもそもどんな儀式か聞けていなかったな。赤ん坊の額に祝い水の雫を垂らして誕生を祝うのさ。その様子を里の皆が見守る。祝い事に水を。水の民らしくて素敵ね。儀式に使う祝い水の支度にも昔からのしきたりがあってな。立ち会い人を務める者が三つの水場を巡りそれぞれの水を汲んでくるのさ。クライブ、まずはこの祝い水集めを頼みたい。案内役として私も同行する。わかった。さてファミル、あんたは里に残って儀式の支度を進めておきな。任せとけって。それなら僕やジルもここで手伝わせてもらうよ。お祝い事には人手がいるものね。そいつはありがたい。頼んだよ。さて、祝い水についてだが、山、川、海の3カ所から汲んでくることが肝心でね。山の水はメイデンズマーチの水源地、川の水はリバーズミート渓谷を流れる清流、海の水はテイルウィンド海岸にある岩礁で汲むんだ。水はそれぞれこの小瓶に汲んでくれ。どこから回るかはあんたに任せるよ。支度ができたら出発しよう。気をつけろ。
誰かが襲われている。誰か助けてくれ。無駄だって、こんなところに助けなんか。来た。今助ける。行くぞシュラン。お前たち大丈夫か。ああシドさん、まさかあんたが助けに来てくれるなんて。おかげで二人とも無事です。助かりました。しかしあんたたち、なんだってこんな場所に。だって巡り水の儀では兄貴が父親役をするんでしょ。せっかくの晴れ舞台だから、こうでも焚いて兄貴を大人っぽくしようって。その材料を取るためだけに危険を冒してここまで来たってわけかい。兄貴分を慕うのもいいが、無茶が過ぎたな。まったくだ、狩人も連れずにこんな樹林の奥に来るとはね。面目ないです。反省なら後でいい。また危険な魔物に出くわす前に里へ戻れ。はい。うす、失礼します。やれやれ、困った連中だよ。さて、私たちは祝い水を汲もうか。山の水を汲もう。水場はすぐそこさ。
山から湧き出た水、それは命の誕生を意味するんだ。ここから命が始まるというわけか。そういうことだ。これで残りは2箇所だ。ああ、次の水。川の水はこの辺りで汲むよ。わかった。流れゆく川の水は命が育まれ、生きていくことを象徴する。生きることは流れること。止めどない水の流れ、それは時の流れであり、人の一生を意味するんだ。人の一生か。ワレアスの時もやっと動き始めた。この川の水のようにとどまることなく流れていくんだな。そう、この流れの中にあるすべての水が人の命なのさ。同じ時を生きる一人一人が集まり流れ続けている。つまりね、私もワレアスも、そしてあんたも同じ川を流れる水なんだ。そいつは心強いな。心強い。ひとしずくの水だけでは何も動かせないが、それが集まり川となれば大岩をも動かす力を持つ。俺たち人にもそれだけの力があるということさ。そうか、そうだな、違いない。残るはあと1箇所だ。よし、行こう。海辺に降りよう。普段は柵で塞いでいるんだが、儀式の時は特別さ。今日は天気が良くて助かった。少しでも荒れると波が打ちつけて危険でね。祝い水を汲む時以外は近づかないようにしているのさ。なら波が穏やかなうちに済ませよう。
水は海へと流れ着き、やがて空に昇る。海の水とは命の果てに訪れる安らぎの象徴だ。水の民が最初に船をつけたのはここの岩場だそうだ。由緒ある場所ということだな。ああ、よし、これでいいだろう。ネプトの波浪壁がよく見えるな。これまであの止まった波を見るたびに言いようのない感情を抱いてきたよ。かつての族長、私の曽祖父はクリスタルの加護を得たいがためにワレアスを犠牲にした。それは罪だ、過ちだ。一方でこうも思う。だったら族長としての私の決断は正しかったのかと。一族のためと皆に不自由を強いてきた私は結局皆を犠牲にしているんじゃないかってさ。あがくしかないさ。誰かを犠牲にすることを選ばずあがき続けてきたんだろう。それがきっと仲間のためになると信じて、決断も行動もその全てを受け入れるしかないんだ。ワレアスを救うことができた自分ごとな。心強い励ましだ。くよくよしてる暇なんてないね。これまで支えてくれた皆のためにも、これからを共に歩むワレアスのためにも。ああ、それでこそシュラだ。お前ならみんなと前を向いて進んでいけるさ。ありがとう、クライブ。これで最後か。ああ、祝い水は全て集まった。里に戻ってファミルたちと合流しよう。祝い水を集めてきたぞ。そいつはよかった。儀式の支度も万全だぜ。よし、巡り水の儀を始めよう。ファミル、手分けして皆を集会所に集めてくれ。任せとけ。シュラ、立ち会い人は何をすればいい？難しいことはないさ。皆が集まるまでに説明しておこう。みんな、よく集まってくれた。知っての通り、巡り水の儀は新たに生まれた子を祝福し、水の民として迎え入れるためのもの。本来、両親と立ち会い人の手で取り行われるべきだが、80年の時を経て行うとなると、そうもいかない。故に、両親の代わりを私とファミルが務め、立ち会い人は、ワレアスを救った恩人に任せることとした。
クライブ、さあ前に。命生まるるは山より湧きいずる清らかな水のごとく。命育むは川を織りなしたぎりゆく水のごとく。命果てるは海に至りて空の上帰る水のごとく。水は巡り、命もまた巡る。新たに注がれし水、その名はワレアス。同じ川を流れ行き、やがて海に注ぐまで、現世でのひとときを我らと共に過ごそう。立ち会い人を引き受けてくれてありがとう。おかげでいい式になった。こちらこそ光栄だよ。これでお前も晴れて水の民の一員だ。弟分にしてやるからな。それだけはダメだ。え？確かにな。クリスタルの売人になられても困る。そりゃないぜ、クライブの旦那。親代わりができるのか不安もあるが、私の知識と技のすべてをこの子に教え授けるつもりだ。各地のマザークリスタルが失われたことで世界は混迷の中にある。これからの時代を生き抜くのは決して簡単じゃないからな。だがきっとクリスタルに頼らず生きていくことはできる。このミシディアと水の民なら。自然の恵みがあればこそだ。水と森を失ったら続けられない暮らしだよ。ああ。だからそのために俺たちは戦い続ける。広がり続ける黒の一帯を止め、人が人として生きられる世界を作るためにな。夢のようだね。だがあんたならきっとそれをやり遂げちまうんだろうさ。楽しみにしているよ、その日が来るの。ありがとう。そろそろ行くよ。ああ、気をつけてな。旦那、たまには遊びに来てくれよ。もちろんだ。
事に終わったね。とても温かく素晴らしい儀式だったよ。里のみんなから祝福を受けて、ワレアスもなんだか嬉しそうに見えたわ。あの子のためにも必ず作ってみせよう。人が人として生きる世界を。